る素肌を保ちたいから。私が選んだ美容液は速攻浸透のビューティーオープナー。ビューティーオープナーは研究から開発された卵角膜エキスを 95% の高濃度で配合、年齢を重ねた大人の肌に素早く浸透、張り、ツヤ肌へと導きます。すごいな、卵角膜エキスっていうのが正直な感想で、スルスルっと浸透していく、まだまだいけるな私って思ってます。大人の肌のための一滴、ビューティーオープナー。今ならお試し3日分が無料、さらに卵角膜のオールインワンジェルもお付けして無料、送料も無料です。お申し込みは通話料無料の 0120-552-669 まで。2週にわたりお届けしてきた関西ジャニーズジュニア頭脳王決定戦2もいよいよ完結編。国語、数学、理科、社会、英語の5教科から小中学生レベルの問題を出題、最も正解数の多い人を頭脳王に認定しちゃいます。現在の成績はこのようになっていますが、次がなんと最終問題。佐田くん、西村くん、大西くん以外の優勝はなくなってしまったので、最終問題ですけれども、はい、点数上げていきますか。点数上げましょう。いいんですか。え、やった。次の問題、正解者には、はい、よっしゃ、よし、8億点あげます。ちゃんで、佐田くんは今までの流れ何ですかやん、よっしゃー言ってるやん。8億欲しくないっすか。欲しい、8億欲しいですよね。だから今持ってる5点とか4点っていう得点はありますから、だから正解したら8億5点になりますし、カンカンが8億取れば8億5点と、そういうことです。8億欲しい。はい、最終問題はこちらです。次の英文を和訳しなさい。はい、I will never forget that dandelion でございます。はい、うん、それではシンキングタイムスタート。スタート。いやー、これの注目すべきところはですね、うん、ダンデライオンが、これが何なのか、うん、これね、難しいです、うん、僕も思ってることあるんですよ。高橋君一回メガネ変えてみたら正解するかもしれん、赤色に。え、そっちやったら正解するかもしれない。赤の方がなんか知的っすよ。来た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 、正解しそうやわ、輝いてるもん。うわ、賢そう。これね、難しいよ。でこれ正解じゃ、これ8億点のガチャあると思います。いやー、ちょっとむずいよこれ。高橋さんいいですね、進化してるね、やっぱりメガネ変えてるから。さすが、進化してる。ほんまに真剣に考えて、これガチ。エンディングの権利もありますね。はい、オッケーですか。年上やから関係ない。皆さんオッケーですか。はい、はい、はい、それでは全員が書けたということでフリップをオープン、ボン。はい、それではルークから見ていきましょうか。ダンデライオンという言葉に注目して、はいはい、あのダンディーなライオン。おーダンディーなライオン。和訳は英文の和訳は、それがもうダンディーなライオン。それ和訳したらその絵になる。独特な世界観もしますよ。独特ですね。絵うまい、絵うまいですね。じゃあ小太郎いきましょうか。はい、愛が私はっていうのは知ってるので、あのこれがあの某任天堂さんのブーに見えたんで、ゲーム機でをネバーネバーって、ゲット獲得する、はいはい、おネバーって獲得したダンデライオン。ダンデライオンはそれ何なんですか。あの、伊達目っぽいなって思ったんですけど、伊達目ライオンって言ってますね。そう、あ、すごい。全部そのほんまに英文をそのまま和訳というか、はい、こうっぽいのを持っていったって感じですね。はい、なるほど。じゃあ真由美ちゃんいきましょうか。はい、僕はダンデライオンがもう日本語やと思ったんで、はい、私は決してあのダンデライオンを思い出せないでしょう。なるほど、思い出せないでしょう。ぽい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 ですよ。違ってるかもしれない。はい、じゃあ佐々木さんいきましょうか。僕はこのダンデライオンっていうのが分からなかったから、うん、ダンデっぽいライオンはどんなかなと思った時にシマウマが出てきたんで、私はあのシマウマを決して忘れないでしょうかなっていう。シマウマの英語知ってるわ。すごい。え、知らないです。ゼブラゼブラ。あ、正解。正解。知ってたー。
関係ないけど、あのダンデライオン、ダンデなライオンって思いついた時にシマウマが出てきたんですよ。もうその時点で意味わからへんから。じゃあ高谷行きましょうか。はい、はい、僕はですね、はい、私はあのウィル、あのコージ君、小島君、道枝君歌ってたね、ウィルネバーを、はい、フォーゲット、フォーはなんか送るみたいな、はい、あげて、でゲットでそれを取り返してたものはダンディーなライオン。あげたものを取り返すんや。いや、みんな英語弱ない。じゃあ、今回行きましょうか。はい、僕はですね、愛は私はじゃないですか。はい、で、ネバーを僕永遠にと揃えまして、はい、私は永遠に、で、ウィルが人物のウィル、ウィルと、あの、ダンテライオンをフォゲットする。フォゲットするって何？いや、そこ答えなさいよ。フォゲットするって、どこだけ世の中の。じゃあ、トワ君行きましょうか。僕はまず、この単語単語をこう、全部日本語に戻して、はい、それを文脈がおかしくないように並び替えたら、はい、私はそのダンディーライオンをずっと差し上げることができる。なんかぽいぽい。あ、ぽいね。ぽいぽいぽい。もうだって8億点欲しいって。でもみんなダンディーなライオンなの。ダンディーなライオンやっぱそうだよな。あるよあるよ。めっちゃ真面目にやってるよ、はい。じゃあ高橋くん行きましょうか。ちょっと真面目やし。これは意外と複雑でありと思いきや、はい、意外と単純で、はい、ライオンゲットだ。なるほどね。これ全部でライオンゲットだぜっていう。ひっくるめてライオンゲットだぜ。そのアイフィルネバーは名前ですか。アイフィルネバーだから、なんかこう気合いみたいな。いや、気合いライオンって結構苦しいじゃないですか、ゲットするの。いや、これは個性豊かな答えたちが集まりましたけども、難しいですけど、どうですかね、はい、それでは答えを見ていきましょうか。8億点ですから。答えはこちらです。答えは、私はあのタンポポを決して忘れないでしょう。タンポポ、はい、はい、ダンデライオンはタンポポです。ぽいわ、ぽいわ、ぽいわ、そう、そういうことか。ダンデライオン、そういうことです。だから、サダ君惜しかったのよ。だから、このダンデライオンが分かってれば正解やったんよ。カステリアン、私はシマウマを決して忘れないでしょ。すごい、うわぁ、はい、惜しかったね。ということで、全員不正解でございます。ということでですね、2代目関西ジャニーズジュニア頭脳決定戦の優勝者は、5ポイントで佐田くんです。おめでとう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 。ありがとうございます。王者になった気分はどうですか。なんかそうですね、なんかなると思ってなかったから、やっぱり王にから なんでしょう、なんか戸惑いが隠しきれないですね。どうする。え、全員年上、年上に勝ってんの。そこがきついんですよね。その後、無茶ぶりあるじゃないですか。マジで。いや、っていう感じ。どう思う、その年上に勝ったっていうか、この年上たちどう思う。自分勝っちゃったけど、そうや、どう思う。いや、もうちょっと勉強してほしい。やべ、ほんまそうや。あんたら勉強しいや。すいませんでした、はい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。買ってから一度も洗ってない。マットレスは洗われへんやろ。でも除菌が当たり前の時代なのに。ほんまや、マットレスだけ進化してないと思う。そのお悩み、フランスベッドが解決します。徹底除菌、キュリエス AG 誕生。リンイオンで徹底除菌、独自スプリングで徹底通気。こんなの待ってた。銀イオンで綺麗が続く、キュリエス AG。 フランスベッド。大腸の不具合で便通が乱れていませんか。このサイン見逃さないで。医薬品のザ・ガードは細菌と薬効成分が大腸の状態を正常に近づけていきます。大事な大腸守れ、ザ・ガード。今まで辛かった腰に。何この大きさ。あ、支えられてる。そうそう、この安心感、これがメディカル発想の腰椎コルセット。やっと出会えた。関西ジャニーズジュニア頭脳王決定戦2。見事2代目頭脳王に輝いた佐田くんの優勝得点、会社メンバーに何でも無茶ぶり。果たしてどんな無茶ぶりをするのでしょうか。もう、まあ、じゃあもうまとめていきますね。はい、はいはい、もうじゃあ一人ずつ風雅くんから渾身の一発ギャグ。渾身ですか。いや、渾身のです。ということで、頭脳王佐田くん無茶ぶり、渾身の一発ギャグを敗者7名に披露してもらいます。
まず一人目は風雅くんです。竹から花が生えた、は手が生えてきた、手相短い。はい、気合いですね。はい、前向こう。もう我々のフォローもないですからね。いいゴールします、ベネッセ。サソリからのカマキリ。歯医者の人頑張っております。こんにちは、こんにちは。喋っているのはメガネです。よし、いいよ、いいよ、いいよ。頑張ってるよ。投球します。さあ、来い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 。小刻みなジャブ。お宝島。はん。オアシス三浦。はい、終了。え、皆さん良かったと思います。うわ。悪い先輩や。佐田くん7人の一発ギャグどうでした？はい、え、僕個人的にですけど、トア君のが一番好きでしたね。お。言ってくださいよ、それの。僕ちょっと泣きそうなんすからね。見事最年少中学3年生で2代目頭脳王に輝いた佐田和真くん、本当におめでとうございます。今後も引き続きお勉強頑張ってください。そして続いてはおしゃべりをテーマに番組ゆかりのゲストが久しぶりにやってきてくれました。ゲストはこの方です。お願いします。どうぞ。本日のゲストは和芸のスペシャリスト、矢野兵道の兵道大樹さんです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、兵道さんは約3年半ぶり4回目のゲスト出演。3年半ぶり。あ、そうです。たくさん出ていただいてるんですね。そうですよね。だって一番初め出してもらった時がこの番組の2回目終えるから2回目。だから1回目の収録の時に来てくださって。そうそうそう、そう、その時初めて会うてんな。はい、もう準レギュラーですね。じゃあ、いや、もう俺ジュニアの準レギュラーなら知らない。準レギュラーやけど3年半ぶり。3年半ぶりやな。長かった。だから一番初め会った時にすごかったからね。流星形骸は今回初共演。そうです、ね、そうだね、はじめましてですね、はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。あのテーマのおしゃべりって、あの兵道さんが、はい、あのおしゃべりの方っていうのと、うん、なんか関係があるんですかね。いや、まあ、一応あの一人しゃべりのライブとかもずっとやらせていただいてるんでね、うん、おしゃべり大好きっていうライブをもう十何年やってるんで、DVD も一応出させてもらってて、10巻目が出たんかなこの前。もうしゃべりっぱなしってことですか。しゃべりっぱなしのすごいですよ、ね、ライブをねずっとやらせていただいてて、僕たちだってコンサートの合間の MC の短い時間でも必死にネタ食ってやってるんで。おしゃべりだけでやるのはすごいなって。違うやん、みんなは歌って踊って男前やんか。いやいやいや、俺なんか喋るしかできへんねんから、そこに出てへんからしゃあないからやってるだけで。俺もそんな顔あったらあんまり喋ってへんと思う。でもまあ最近はあの YouTube も、ああらしいですね、ちょっとあの兵道大樹チャンネル、ああ知ってくれてんの。はい、お前登録者数も2万人もねえ、ちょっと今いじってんのか。いや、2万人多いですよ。いや、すごいですよ。そうやんな、そうやんな、おっさんがやって2万人やから。いや、それはすごいですよ。もう皆さんの20万人ぐらいの意味はある。いやいやいや、でもそんなんでちょっと全国回らせていただいてますけどもね。どんなことやられてるんですか。あの、そのおしゃべり大好きっていうトークライブを自分の車で全国回っていく、はい、その動画を一応自分で撮って自分で編集して自分で上げてる。ライブって自分の車で移動されてるんですか。そうそうそう、まあたまに後輩と行く時あるけど、はい、主に一人やから。だからちょっと寂しい時あるよ。本当に全国各地ってことですか。この前大分に車で行って、で別府温泉っていう温泉があるんだけど、はいはいはい、そこであの一人であの露天風呂借りてな入っててんけど写真撮りたいやんか。でなんか、あ、そうや思って携帯で写真撮れんねや思って、はい、あんまりそのいじったことないから、はい、一応ここ置いてやな、はい、な、ほんでとりあえずあのなんか3秒とかなんか出るやんか。あ、タイマー3秒って思いのほか早いな。早い、俺3秒、俺スポンポンやで。3秒押して戻ろうもなくなって、ちゃ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 
かしい恥ずかしい。あかんから。さすが早いですわよ。すごい。そんなもう一人でやってる。それはさすがに YouTube には載せられへん。そういうことをやって回らせていただいてる。僕だけの今日はおしゃべりをいろいろ。よろしくお願いします。日本人にとって星座は切っても切り離せないものですよね。ただ年を重ねてくると星座は。そんな方に今注目のプロテオグリカン。膝に軟骨成分配合、八幡の国産プロテオグリカン。普通のことができるっていうのが嬉しいことですよね。自分の体は自分で守っとかんといかんから、これだけはもう感謝です。あれ？ちょっと気になるなと思ったら、軟骨成分配合、八幡の国産プロテオグリカン。今なら国産プロテオグリカンがなんと半額以下。一袋およそ半月分2160円が三袋3000円、なんと半額以下。ただし今ご覧の先着100名期間限定、0120-443322番まで半額以下。いやわた。本日のゲストはおしゃべり大好き和芸のスペシャリスト兵藤大樹さんです。お願いします。お願いします。早速なんですけど、おしゃべりのプロフェッショナルである兵藤さんに今からトークについていろいろ質問できる機会を設けたいと思います。はい、はい、じゃあとは、あのですね、滑らない話とかやってらっしゃるじゃないですか。はい、はい、ね、やらせてもらってます。その中でこの聞く側の人をこう引きつける喋り方っていうのはどのようなところに気をつけてるの？なんかすごい入り入っちゃうんで僕が聞いてて、落とす前とかね、落ちの前とか、いや僕だけの意見やけど、一生懸命喋る、伝えようという気持ちがええんちゃうかな。あと、その人に会うてる喋りやったら全然ええと思うねんけど、トワ君、はい、トワ君、はいはい、なんかはすごいなんか喋り方に特徴あるやんか。あ、そうですか。うん、だからなんかそういうので喋り出したらみんな引きつけられるんちゃう。何喋り出すんやろみたいな空気感があるから、でやっぱりこう一生懸命楽しそうに喋らんと、淡々と喋ってたら聞いてる方もなんか来ないなるから、やっぱりそれはこんなあってって嬉しそうに楽しく一生懸命喋ってたら、それは結構あのみんなホンホンホンって聞いてくれるんちゃう。あ、確かに、うん、なんか滑らない話のコツとかってありますか？コツ、コツか。いや僕はどっちか言うたら、あの一回書くんですよ、あの、自分の話を。そうなんですね。全部書くんです。メモ帳とかにですか？うん、あの携帯とかメモって面白かったことをメモって、うん、でもうおっちゃんやからすぐ忘れてまうからなんか思うことあってんけど、まあ、何やったっけってなるから、うん、でまあ一応題名みたいなの書いて、で一応僕はパソコンでそのあったことをずっと書くんですよ。で書いて、でどこを伝えたいんやっていうのを自分で見て、そこをちゃんと伝えるように喋るようにはする。そのネタってもうどんぐらい溜まってるんですか？話はそのおしゃべり大好きのがだいたい平均1時間一人で喋るから、すごいですよね量も。それがこの前で41回目が終わったから結構話的には多いと思う。繰り返し一緒の話題を使ったりはしないんですか？まあ、たまにこういう話前やってんけどっていう話はするけど、大抵もう、はい、すごい、していますね。なんかこう面白い話と巡り合うコツとかってあるんですか？いやそれがないね。だからあの探すと逃げるしね、面白い話って。待ってたら来ない気がしますね、うん、か今からちょっとおもろい話を作りにね、みんなその体験しに行ってくれって一日出されてもなかったら焦るやん。だからあほんまにこうって普通に日常生活してる時にちょっとバッてこう違和感っていうか、おもろって思うことに出会うのを待つっていうか、そういうことなんちゃうかな。あんまり自分で追いかけていくと何にもないなってなった時めちゃくちゃ焦んねん。だけど俺もこの3日面白いエピソード1個もないもん。そんなに。そっか。だから日常でなんか体験したこととかをちゃんと覚えてる方がええんちゃうかな。正直あの滑らない話とかする時に、ちょっと持ったなみたいな時ってありますか？いやでも滑らない話は実話というのが基本的に意味あるから、まあ分かりやすくちょっと話をこういう風に組み立てようかなっていうのはあるけど、ゼロから何か持っていくっていう作業はないかな。しょぼい話もたくさんあるんですよ。
この前も病院に検査行って、はい、CT っていうのね、みんなそんなまだ通ったことないと思うんだけど、あのウィーってこう筒の中入るやつですね。そうそう、筒の中に入っていくやつ、よくありますね。あれ機械がさ、息を吸ってくださいって言うから吸わなあかんねん。で、止めてくださいって言ったら止めなあかんねん、ね、ほんで吐いてくださいって言ったら吐くねんけど、それを間違えるとちゃんと取られへんから、で先生が入る前にちょっと練習しましょうかって言われて、うん、その先生がじゃあ行きますね、陽道さんちょっと練習しますんでねって言って、はい、息を吸ってくださいって機械側の方のモノマネした時にちょっと俺割れてもんでこれはメモやなと、あの止めてくださいって言われてんけど、それはさすがに割るで止められへんからそういうことがもし何かあったらちょっとメモして、なんかちょっとね機械があれば喋りたい、すごい、それを書いてちょっと自分なりにどうやって伝わるやろうかなっていうことをするかな。すごいもんね、だっていきなり始まったやん、その病院の話、はいはい、みんな一気に全員が食いつくまれていってる感じがする。いや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 、陽道さんのおしゃべりにみんなが引き込まれたところで今週はここまで。次回はなんとマゲーの達人陽道さんとツーショットトークをしちゃいます。メンバーとのおしゃべりでどんな化学反応が起こるのかお楽しみに。Party, party, party.